知能オムライス。引きこまり吸血鬼のモモン、第3話の反応集行ってみよう。一般通貨大貴族。そんな怪しい大貴族がいるか。アベマジカさん、上からムーブしてる。僕もテラコマリタムと歓談したいわね。面白いのはお前の仮面だよ。その仮面ちゃんと全見えてる？自由な裁量権を与えて最大限の結果を得られるの指揮官として優秀では。この仮面女とコマリンの画数一緒くらいか。嘘を重ねてどうすんねん。ガンダムとかに出てきそうな戦争ガチ勢なの？なんでへそだけピンポイントで見えてるんだよ、その服。仮面外すの早かったな。3話にして外しちゃうんだ。チチアップいる？いります。でかすぎるでしょ。吸って直接的に敵意をぶつけられているが、トラウマの原因きた。いじめの主犯だ。仮面キャラでここまですんなり仮面外すやつ、ゴープリのプリンセスとワイライトくらいしか知らない。過去のいじめられの記憶。やっぱりコマリちゃん過去に何かあるな。オープニング来た。ビル次長しオープニング。これ今度のクスノキともリライブの光景でいい？1億年に一度の美少女リサイタルだ。いっぬ、有能やんか。刺さってる。貴重な獣人が。パスタが頭に。貴重なパスタが。コマリちゃんがパスタまみれに。頭ごと突っ込んでて草。モブがあっさり丸されてて草。ブスリオス射線に入るから。当たったら溶けるじゃん。巻き添え食らっとるやんけ。どこぞのリリーさんより毒がやばいですね。ミリセントさんエッチですね。死んでも生き返る世界だから命が軽い。頭からパスタこうむって呆然としてるコマリちゃん。なんだこれは、ギャグアニメじゃなかったのか。状況についていけないやつ。総皇帝陛下おるんよね、ここ。ピカソもこれ強いやつだ。まさかバトルメインになったりしませんよね。人質に取られちゃった。生き返れるんでしょ？人質意味あんの？怯えてるコマリ萌えだ。過去に一体何があったんだよ。空いきなりパーティー会場で暴れ狂うやつの気持ちなんてわからんですよ。野獣の眼光すごい目力。にしても警備ガバガバすぎるだろ。どうして、どうして。ふん、テロリストは殲滅。冷静さを欠いたロリコン。再生できない本当の死だと。え、そんな武器あるんだ。敵ヤバじゃん。ベリアルめっちゃ危ないとこだったじゃねえか。なんだ、内通者がいたわけね。下着の色を知っている。マウント、側近バトル始まってて草。糸目キャラの海岸。下着の色を知っていると側近になれるシステム。側近とは下着の色を知っているか否かだったんだ。雨宮がトモリロをいじめていたのか。最低だな。逆恨み系か。借りを返すのはこちらでは。便所飯来た。いじめられるテラコマリ良すぎる。テラコマリに悲しき過去が。あからさまないじめ来た。民度下がってきた。陰湿いじめだ。早く殴って蹴ってくれ。他者を傷つけることでしか喜びを得られない人。いやマジでそういう人種学校にも社会にもいるからね。切れちまったよ。屋上に行こうぜ。さすがのコマリちゃんも切れちゃったか。とんでもねえメスガキだな。いきなり小指詰めに来るの。いじめ怪人すぎるだろ。天地さんのいじめっ子演技が光る。もういじめの域を超えている。この女、子供のうちに殺しておかないとまずいタイプだろう。ただのは引きこもりだった。どこに出しても恥ずかしい。ただの引きこもり。その記憶がないタイミングで何があったんだ。シリアスな空気の中出てくるバカの格好のメイド好き。閣下のおぐし。スクミズヤバすぎる。ガチのド変態じゃねえか。こいつキモすぎる。キモいのに何かすごいことしててわろた。こいつがやっぱり一番やべえよ。エフェクトかっこよくてわろた。もはや異世界にオムライスは常識。オムライス食べたくなってきたな。ストーカー性能に全振りだろ。女の子が女の子のことを宇宙で一番愛してるアニメは名作。ラブレター来た。お気持ち表明。心配の仕方がおかしい人もいるんですよ。ブスリー。どう。お腹を刺される女の子はエッチ。普通に襲撃されてる。そのケチャップオムライスは最低最悪すぎだろ。ケチャップメタファーやめてくれ。オムライスの出来上がりというわけか。血のオムライスで吸血鬼らしさが出てきてしまったの皮肉がすぎる。引きこまりコラボカフェのメニュー決まったな。こんなんトラウマもんでしょ。もうオムライス食えないやろ。
こいつもっかい襲いに来るのが早すぎだろ。不法侵入ですよ、不法侵入。いつの間に忍び込んでたんだ。ロリコン花子夏樹、早く助けに来てくれ。でかいというか量感がすごい。よなりたい放題の世界だ。いや、そこは深部で刺しておけよ。マジで警備どうなってんだよ。急にロリコンが頼りになる展開になってきたな。早く来いロリコン。ガクガクコマリン、いいですね。いい悪役ムーブしてきた。天さんの人普通に胸クソなんですけど。展開が怒涛すぎる。人質取られちゃったよ。このままずっと引きこもるんだ。あのタイミングでのこれは確かにもう嫌だって心折れそうになるわな。3年前のあの日、魔法か高校の劣等生か。お前いじめてたやつも同じなのかよ。いじめられ仲間だったのか。お前いじめばっかりだな。こいつどんだけいじめやってんだよ。死んでも復活できる世界だから、いじめで人殺しちゃったりするのか。ああ、そこでいじめのターゲットが変わったのか。二人にとって因縁の存在だったのか。頭踏まれるてら困りもえ。こいつめっちゃいじめるやん。こいつ天性のクズ野郎タイプか。いじめっ子というより犯罪者で草。いじめ仮面が話の中心すぎない？治安が最悪のアニメ。イジヤバ仮面がめちゃくちゃ話引っ張る気満々で笑う。やっぱまた推しのクレアっていじめキャラとして最強だわ。こいつは足元にも及ばない。お、いわ急成長したのか。ただの変態メイドじゃなかったんだな。そういう経緯だったのね。目いっぱい泣いてくれ。そこがガチ目に悪かったけど気持ちは通じててよかったね。ユリができなくなるわけにはいかないもんな。そんな恩人に報いるためにセクハラしまくってたのか。これもアニメで人を釣ってひたすら影剣を見せてくるやつですか。ロリコンいいタイミングで来たな。指パッチン来た。犬生きてた。ラッパーも名乗れ。頼りになる部下たちだぜ。ロリコンも犬も土味方ももうこの3話までで最高の仲間になってるんやな。本当に一人で大丈夫？こまりちゃん、素直に話したし一皮むけたな。うわあ、普段は部下に戦わせてるこまりが自分の力で戦わないといけない。やっぱお前かい。まあこいつよな、内通者。こいつが手引きしたのか。マジで国賊じゃんこいつ。ブスリオスブスリオス。どんどん刺すじゃん。寝具でぶっ刺してるじゃん。むっぴょなになってきた。この女イカれてるやんけ。お前も刺されるんかーい。こいつ気違いすぎて笑う。こいつ本気で殺しに来てるし、やべえやつだな。どこまでも倫理感度かけたサイコパス。リミッター外れたら移住ただよこいつ。これで次回バトル会か。こんな思いとは思ってなかったぞ。盾の勇者のあのクソ女見てる気分になってきた。早くこいつが泣きながら許しをこう姿が見たい。エンディング来た。こういう方向の作品だったとは。なんか最終回あたりの話をやってる感じある。これ単にこまりちゃんが可愛いだけのアニメじゃないな。3話で一気に話が重くなったが、これはこれでクソ面白いじゃねえか。なかなか演出切れてたな。シリアスに挟み込まれる変態が清涼剤。2話までと3話でこうもオムライスへの印象が変わってしまうとはな。オムライスに血がドバッとかかったとこシリアスなのにちょっと笑ってしまった。まさかこんなに早くコマちゃんのハッタリが通じなくなるとは思わんかったぞ。いきなりシリアスに転じて唖然としたわ。触れ幅が大きすぎる。唐突なシリアス展開。でも3年でメイドちゃんとブルーなんとかは成長しすぎなのに、コマリちゃんそのまんますぎるだろ。コマリがちゃんと血飲んでたら今頃爆乳スタイル抜群の美少女へと成長してたのかな。ビルヘイズただの変態メイドじゃなく純粋にコマちゃんを思いない子だったな。ビルはあの手紙と普段の変態セクハラぶりにギャップがありすぎるぞ。メイドちゃんを貼り付けにしてた時スカートも持ち上げて貼り付けにしてたのは評価できる。変態と獣人さんに比べて理由が割れてないけど、加勢してくれるラッパー君ももしかしたら過去に何かあるの？いじめっ子が自室まで乗り込んでくるの、ゾクゾクした。自室で引きこもってパジャマ姿のボロボロな格好でいるところにいじめっ子がやってきて恫喝されると仮面ブレしちゃうわ。胸や腹に刃物ザクザクたまらん。コマ逆もリョナもゾクゾクしてしまうわ。リョナは大好物だけど、いじめのリョナはノーサンキュー。ていちゃんのキャラぶっ壊れすぎだね。今後も殺伐とした話がメインだったら辛いな。大体こんな流れだよ。コメディ。シリアスが半々くらいで基本明るい感じのノリ。てんちゃんがここまで毒すな悪役は珍しい気がしたな。この世界観だとあそこまでサイコパスになれるんだ。なんか思ってたのと違うというか、
1話でさっさとぶっ殺して終わってほしいわ。こういうのコマリンが実は潜在能力を秘めていて、いじめ女が次回圧倒されるのは予想できるけど、これで変なのに目覚めてコマリン大好きになるのだけはやめてほしい。引きこもりの原因がいじめって1話から示されてたのに、なんで文句言ってるのかわからん。いじめっ子が異常な殺意向けて殺しに来るのを当たり前と思う感性のが意味わからんわ。ということで、引きこまり吸血鬼のモンモンさんは視聴させていただきました。1話2話とは打って変わって前編にわたってほぼシリアスになるのが早いですね。いや、まあなんとなく始まる前の予告の PV 段階で姫が覚醒したりするシーンらしきものもあったので、シリアスあるんだろうなってのはなんとなく分かってましたけどね。まさかここまで胸くそとは思わんやん。断っておくと、私はコメディがシリアスやるのも嫌いじゃないです。銀魂とかスケットとかリボーンとか好きだし、けどこのキャラは受け入れられねえな。シリアス初手でこの手のマジモンのクズサイコパスキャラを持ってくるのはどうなんでしょう。これまあ多分いじめてる最中に覚醒した姫によって返り討ちにされて、虐殺事件の犯人をなすりつけられ、没落貴族になり下がって散々な目にあったってことなんでしょうけど、全て自業自得でしかないし、この機に及んで逆恨みとかめちゃくちゃすぎるだろう。挙句に内通者すら刺してるし、まあ次回で姫が覚醒して倒すんでしょうけど、まさかこいつ仲間になったりしないよね。この先こいつがどんないいやつムーブしても、でも昔メイドとテラコマリを殺そうとしてたよねってなるだけですぞ。本音を言えば、そのシングとやらでガチで死んでほしいです。そのぐらいのことをしているよこいつは。それともあれか、これはコマリの妄想でいじめの事実なんかなかったりするのか。そうなったらなったでリアクションに困るけど、ああもう癒しはこの変態ロリコン率いる部下の3人組だけになってきたわ。今回はガチで刺されたら死ぬ武器も出てきて、死んでも生き返る軽い世界から生き返らない可能性も出てきました。これで一気に緊張感が出てきたと思います。そこはこれからのシリアスで使われてくる設定なんだろうな。とにかく次回でこのクソ女をボコボコにして、我々視聴者にカタルシスをくれることを祈ってます。以上、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。気軽にコメントもどうぞ。